知らない。父上は計画を私に話そうとはしない。これが限界じゃ。もしこれ以上薬を増やせば二度と起きんくなるわい。なら別の方法で続けるしかないわね。痛めつけましょう。彼はこの件の解決のためのたった一つの可能性。ふん、何かあるのじゃな。上様は私たちを信用しようとしないでしょうね。けど自分が龍之介様を殺したとマサルが自白すればこちらの思うようにいくかもしれないわ。ってことは将軍にこの人を渡すの？土産みたいに？そんな簡単に結果は得られないだろう。そうじゃ、ユキちゃんとわしは外にいた時に聞いてたんじゃよ。上様は最近江戸を出られたらしい。京都の天皇のところへ参られる途中だよ。つまり上様は江戸城には不在か。うまくいくかもしれん。側近はどれほどいるかしら。30万じゃ。力の証じゃよ、陛下へのな。それは問題だな。賢者は知る。負けを認めて頭を下げる時もな。違う、無限様は上様のために命を懸けたわ。上様のため真実を暴いて上様の手に委ねましょう。30万に対抗か。無限だったら喜びそうな話だ。愛子さん、いいじゃろうか。この件にユキちゃんを巻き込みたくはない。私は愛子さんを信じます。ユキちゃん。たくま先生、私愛子さんと行きたいです。子供じゃの。お願い、選びたくないの。私に選ばせないで。そうかい、ユキちゃん。もう一度七重と共にしよう。はい、感謝します。上様が今どこにいるかわかるかしら。おそらく中山道にいるはずだ。妙義峠で追いつこう。そのあたり今年は寒くなりそうね。備えて向かいましょう。兵ばかりだ。俺たちを見つけたら殺すように命じられているだろう。ええ、身をさらしても仕方ないわね。注意を引かないようにするべきね。未だに信じられぬ。上様の天幕は一番上か。そこにいるのも当然か。入り口は警備が厳しい。馬車があるわ。その中に隠れられそう。運んでもらいましょう。賢い作戦じゃの。じゃがもう一つ作戦はある。酒。ここの護衛は酒を楽しんでるようじゃの。奴らを眠らせる薬はあるぞい。相続を殺したのだ。まだ財が残っておるはずじゃ。あとはそれを入れる機械がじゃな。いい作戦ね。ああそうだ、奴らは。私がそれを酒の樽に入れるわ。変装すればうまくいくと思うわ。反逆者の畜生。一つを取るため複数の好機がある。つまり選択肢は二つあるってことか。酒に薬を入れて眠らせるか、馬車を見つけて上様のところへ運んでもらうかだな。そして運命へと向かうのじゃ。最後の望みね。将軍様はお怒りになるだろうね。隼人さん、上様への献上品はあなたが運んでくれる？ああ、大丈夫だ。良さそうね。始めましょう。
幕開けね。こそこそと。口には気をつけろ。心に鳥の声。口には気をつけるのだ。優雅な解決法とは言えないけど。ピストルさん、メロディー行くわよ。今行くわ。俺の仕事だ。何でもないな。抜き足。音を立てるな。ゆっくりと。足跡か。仲間を殺すのは間違っている気もするけど、仕方ないわ。ノボルが殺させたのよ。静かにして。足を踏み入れるってね。簡単ね。それだ。我ながら上出来。ひそか。幕開けね。斬新な小道具。誰か隠れているのか。うまくいったわ。誰も。ここにおる。できるわよ。ここにいるのか。今行くわ。楽しいわね。抜き足。ゆっくりと。特別な粉よ。終わらせてみせる。しっかり見張る人たち用ね。
計画実行中。移動中よ。優雅な解決法ね。簡単に隠れられる。ショーの始まりね。哀れな荷物だ。優雅な解決法ね。密かに。なんて見ない足跡だ。幕開けね。敵の視野に入らないように。移動中よ。嫌な雪だ。簡単に隠れ敵の視野に入らないように気づかれないままで。させてもらうか。ああ、いつものですね。行け、進んでくれ。最も優雅な鼓動。嫌な雪だ。
ショーの始まりね。これは上様のところへ向かわないわ。山の小さな寺に行く場所よ。お許しを。今日雲は明日の敵じゃの。どうしようもないのじゃ。計画実行中。龍がもうすぐなくなるわ。リロード中。突入する。密かに。ずっとそうだったな。優雅な解決法ね。特別な粉よ。その手はいかんわい。させてもらうか。ああ、いつものですね。行け、進んでくれ。そう、つまり隠れているであろう。
幼児隠れの術。確かにそうだな。じいさんは本当に眠らせたんだな。やつはバカだ。言うことなんか聞くなよ。そのうちみんな忘れるさ。見た目より重いな。気づかれないままね。簡単に隠れられるわ。楽しいわね。狐が狩り中よ。幕開けね。水のように動け。突入する。こそこそと。キツネが狩り中よ。ワナさん、起きてね。素敵なメロディー。誰だ。今行くわ。いや、生き延びるためよ。判断は上様がするのよ。静かにして。突入する。音を立てるな。静かに。水のように動け。分かったわ。ダメじゃん。
最高戦闘。どうかされましたか。静かなもんだよ。お寺へ向かっております。なら検査させてもらうか。ああ、いつものですね。行け、進んでくれ。ゆきゆき、ゆけ、進んでくれ。突入する。静かに。音を立てるな。音を立てるぞ。何か聞こえたぞ。紛らわしい風だ。熊、気を引くんじゃ。挑戦中。水のように動け。いつものですね。ゆけ、進んでくれ。幼児隠れの術。たぎらわしい風だ。なんてことはない。つけたぞ。ああ、いつものですね。突入する。いつものですね。行け、進んでくれ。俺が敵の気をそらす。音を立てるぞ。冷たいな。音を立てるな。妙と紛らわしい。なんでもない。気を引くんじゃ。潰してしまう前に逃げるんだ。なんだ、何の気か。荒でも信じてくれてありがとう、ハヤトさん。正直、私たちといてくれるか不安だったの。やめてくれ。聞くけど許してほしいわ。気に。なるの。ただ給金のためだけなのかしら。他の理由があると思ってるのよ。無限も同じことを聞いてきたな。答えたの。その時は答えない。ここで積まれた荷物は上様の天幕へ向かうわ。好機と捉えてよさそうね。おお、酒だ。守りするとは思いもしておらんかった。酒。クマ、止まれ。敵には関係ない。クマ、クマ、戻れ。ああ、うん。よくやったわい。一日中起きてたからな。了解。様は何をしているのだろうか。酒。未だに信じられぬ。酒。酒。
そんな風にはいかんわい。ごめん。ああ、少しの間じゃ。景色でも楽しまんかい？クマ、聞くんじゃ。憂鬱だな。うん、いいか？いい策じゃ。クマ、聞くんじゃ。うん、いい考えじゃの。いい策じゃ。突入する。音を立てるな。うん、いい考えじゃの。いい策じゃ。いい策じゃ。未だに信じられぬ。ああ、クマ、聞くんじゃ。よし。分かっとるな。誰も気づかんわい。水のように動け。吠えるんじゃ。静かに。剣術。これ狸だ。突入する。仕事としいやー、いい子じゃ、よくやった。さっさと行けよ、仕事に戻るか。景色でも楽しまんかい？ああ、そうだ。クマ、奴らは幕府の総督。クマ、行け。了解。静かに。入る前にマサルを確認しておこう。突入する。
クマ惑わせる風を頂戴する。音を立てるな。夏のように動け。クマ止まれ。しかしやつだ。仕事に戻るか。刃が血を…これは何だ？静かに。いただくぜ。刃が血を欲しがっている。奴らはバックの相続を殺したのだ。水のように動け。誰の静かに。足跡か。誰のだろう。誰か隠れているのか。見ない足跡だ。殺された。我ながら上出来。突入する。音を立てるな。ショーの始まりね。気づかれ。ほら行くぞ。じゃの。いい策じゃ。水のように動け。超えるんじゃ。これ、タヌキだ。